中入ってみましょう。3、2、1。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ニュージードリストライフのたけしです。いや見てください、今日は素晴らしい青空となってますけども、僕ね今日どこにいるかって言いますと、この後ろに見える ASB ショーグラウンドっていう場所ですよ。でね、ここで今日行われるのが D1NZ のラウンド4なんですね。コロナ騒動がいろいろありまして、イベントがね全部押しちゃったんですね。実はもう7月ってのはもうシーズンが終わってなきゃいけないんですけど、3月の後半からずっとまあイベントができなくてですね、ようやっとできたのが今回のラウンド4、特設会場で行われるんですが、実はこの ASB ショーグラウンドっていうこの中で行われると面白くないですか。これね初めてなんです。僕もあの室内のドリフトイベント自体っていうのが初めてなんで、今日はねこの、イベントを、ちょっとね紹介してみたいと思います。いや楽しみです。それでは中入ってみましょう。 Wow, that's such a beautiful place, isn't it? It is a beautiful place. Yeah. Well, we're gonna go through these doors and have a look. Because it's amazing. True, true. これ中入ってみましょう。This is where they start. Wow! 3, 2, 1. Go. Lead car, outside zone. Another outside zone. Back around here. Yeah. Another outside zone. And then the only inside clip as we drift around the Galore Park Strip GT86. Yeah, yeah. From there, straight under the TRS car with $300,000. We're going to the main hall. Wow.And when we launch, lots of lights. All right. Flames. Wow. これはすごい。Bend under. Oh, 結構低い。Pretty low. Oh. Come through here. Back of the car comes through. Oh. で、spring back. Spring back. あ、これ面白いな。The fans, too much smoke. Right. Fans at every door. なるほど、ファンがいろんなとこに置いてあるんですね。 Big indoor like a go-kart truck. We need your go-kart. If you want, I can bring it tomorrow. You need it. And all these lights turned off. Yeah. And then all the big lights up on the roof get turned off.So it's like a rock concert. Yeah, yeah. But not Justin Bieber. Bangladesh. なんとここですね、まだドライバーを見てない場所だったらしいですよ。そんなところを見せてくれる。Thank you so much. そしてこのクレーンですね、なんかもう一つ一つがいちいちでかくてですね、なんか本当ロックコンサートみたいですね。しかもねこのイベント時はライトだとか、ライトだけじゃなくてね、このスモークみたいなのもパーンと焚かれるような感じで、なんか本当このセットアップがなんかニュージーランドこういうとこに力入れられると本当いいなというふうに思いますけども。
早速これバリバリになってますやん。いやでもね、やっぱこれじゃあね、やっぱバリバリになっちゃいますよね。まだ予選も始まってないですけど、もう、バリバリになってます。耳栓ね、今日ちょっと忘れちゃったんですよね。これね、めちゃくちゃうるさい中が、はい。まあ、なのでちゃんとした観客席はですね、一応ガラスルーム越しになってるんじゃないかなっていうふうに思います。ね、結構ね、路面もなんか何気にグリップしてきましたよ。ほら、アクセルオンでずっと走るとこですね。あ、なんかちょっとラバーが乗って、うわ、ベタベタする、こことか。今ね、ここがピットエリアですね。ちょうど今ね、昼休み中なんで、ちょうどみんなね、まあ、和気あいあいとしてるわけですけども、彼はね、タイラーさんって方で、実はですね、最初ね、始めたのがドリフトアカデミーだったんですね。How's it going, man? Hey, good, man, good. How was the track surface like? Yeah, it's not too bad, actually. The first section of it, it's actually got a bit more grip than I expected, but the second part is polished floor, so the second is, gets a bit slippery, but so you just got to adjust for it. But, no, it's pretty good, yeah. ドリフトしたのが、なんとうちのね、ドリフトアカデミーの出身者。毎回なんかイベント行くために少しずつね、こうアドバイスしたりして、今こういう風にね、大会に出るようになってめちゃくちゃ嬉しいですね。ちょっと僕も緊張するような感じです。 I'll try and stay off the wall. Yeah. Yeah, just stay away a little bit. Yeah, absolutely. All right, good luck, man. Thanks, mate. Cheers. Yeah, pretty good, man. Yeah, looking good, looking good. Oh, man. Well done, man. 今日のタイヤは全然減ってない。これ今日ずっと1日ね、タイラーさんずっと走ってるタイヤなのに、まだ全然残ってます。ちなみに履いてるのはね、ハイフライですね。ハイフライ結構人気ありますよね。ニュージーランドでも使ってる人多いです。からですね、トップ16始まるんですけど、見てください、なんかね、まるでコンサートみたいになってきました。本当にこうライトがこうふわーっと回ってね、
タイラー君勝ったんじゃない？勝ったんじゃない？これ。すごいな。初イベントで上がりました。なんかここすごいですよね。なんか夜になるとさらになんか迫力が増す感じがしますね。なんか本当にライブ会場って感じで。やっちゃった。ああ、もったいなかったな今のは。ああ、ダメね、やっぱしね。負けたよね。いや、ちょっとね、タイラー惜しかったですね。最後、あそこスピンしなければまだね、良かったんですけどね。まあ、そんな時もありますね。しょうがない。勝負事はもうしょうがない。Well done, bro. Well done. Thank you. Thank you. Yeah. So still okay. Still yeah. okay. Yeah. We'll just satisfy the bar with their kind, and we'll be fine. Well done. Well done, man. いやー本当ね、今日もいろんなことありましたけど、やっぱりね、やっぱドリフトのこのね、スタジアムの中でやるイベントすごいなと思いますね。まあなんか。いろんな問題だとか騒音だとかね、あとね煙とか心配だったと思うんですけど、これをやりきっちゃうっていうね、バイタリティですよ。これは本当すごいなというふうに思います。これからもね、ニュージーランド在住のドリフターところ生かして、こういうね車系の動画いろいろ上げていきます。ドリフトカートを作ったりですね、DIY だとかいろんなことやってますんで、もしよければね、いいね、評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。